リンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、今まだ中途半端な状態ではございますが、料理動画というか、うちの子たちのご飯の用意プラス自分のご飯の用意という形でございます。今何をしているかっていうと、サバンナモニターの、鶏肉ですね。これささみなんですけども、一口大のサイズに切っております。食べやすいサイズじゃないとね、喉に詰まってしまう恐れがあるので、サニーがね、あんまり大きいの食べないの、これこのままでいいな。サニーがそんなに大きいの食べないので、その食べるサイズだけっていうのと、余った分は私が、今回食べるという形でございます。プラス、まあ、これだけじゃちょっと私がご飯足りないので、今解凍した鶏肉があるので、そっちの鶏肉使っていこうかなっていうところです。はい、随時切っていきましょう。そう、こういう風なね、これぐらいの大きさ、これぐらいの大きさね、だとあのシェフィーは食べられるんだけど、サニーが食えないんだよね。なのでサニーが食べれるサイズに切ります。で、1週間に1回ですね、こういう感じで鶏肉を買いに行って、1週間分という形で用意します。ただ1週間分だと、まあ大体こんなもんかな、これくらい。あんまり用意しちゃうと悪くなっちゃうんで、なので残り、これは私が食べます。これは後で冷蔵庫に入れて保管しましょう。ちょっと手を拭きます。さあ、じゃあまず今回唐揚げというか、まあ作り方としてはほぼほぼ残儀なんですけど、よいしょ、小麦粉は後でやります。私の残儀の作り方というか唐揚げの作り方です。はい、ほんと目分量です。はい、じゃーっと入れます。これつける用の、私ジンギスカンのタレを使ってます。つけるところにね、こうやって、入れて、醤油と、ジンギスカンのタレと生姜をね、5センチぐらいかな、入れます。で、あとはつけるって感じですね。で、今解凍した鶏肉をつけていきましょう。私はね、鶏の皮が好きなので、まず鶏皮から、処分していきます。よいしょ、いいかな、よいしょ。鶏皮のね、唐揚げというか残儀というか、ね、美味しいですよ。まあ脂肪分があれなんで、人によっては嫌かもしれないんですけども、私は好きですね。お酒のつまみとかにもいいですね。私あんまりビール飲まないんですけど、まあ、ビール飲まない理由としては、一回悪酔いしたことがあって、ビールで、でゲロゲロに吐いたんですよね。でその時のトラウマがあるのか、体がなんかそれを覚えているのか、一杯目のビールっていうのは美味しいんですよ、飲み会とかの。なんですけど、その一杯目のビール以外はですね、なんかちょっと通っていかなくてですね。で、瓶ビールで出てきたりするじゃないですか、集まりとかで。瓶ビールで出てくると、なんて言うんですかね、瓶ビール全部は飲めないんですよね。なのでちょっとそこがね、微妙なんですよね。ビール自体は好きなんですけどね、味とかは。でもそんなにバカすか飲めないですね。なのでビールをあんまり買わないっていう風になっちゃいましたね、その以降。あれは何歳だったかな、22とかかな、23とかかな。まだお酒の飲み方も全然ちゃんと分かってない時ですよ。いっぱいバカバカ飲んで、ゲロゲロして、あの時はね、記憶は残ってるんですけど、今までの飲んだ中で一番気持ち悪かったですね。記憶なくしたことってないんですよ、私今のところ。でもその記憶なくなるんじゃないかなと思うくらい、ちょっとね、気になりましたね、あれね。よし、ではここから漬け置きもするんですけれども、ちょっとだけここにクレイジーソルトを入れていきます。これは私の本当オリジナルです。クレイジーソルトとちょっとだけ塩コショウ、よいしょ、
あと私が好きなラー油ちょっとだけ入れて、揉み込んでいきたいと思います。こんな感じでね、揉み込んでいきます。これで味がね染み込んでくれる感じですね。では、揉み込んでこの後ちょっと私はこれをね、ここの汁に入れて、5分くらい寝かしておきます。はい、5分くらい寝かせて、味が多分染み込んだと思うので、ここからは、ここに直接私は小麦粉を入れていきます。小麦にそもそもの味をつけたいんですよ、その醤油のね。だから小麦自体にも味がついててっていう唐揚げの作り方をします。残機の作り方がほぼほぼそんな感じだと思います。ただ本当に自己流です。真似する方はちょっとなんか違くねって思うかもしれないんですけど、料理する方とか、私は全然これで食べるんで、ご了承くださいね。私は上からこういう形で、全体がねまぶされるくらいには入れて、でこの状態で、また揉みます。はい、またね、こんな感じになるので、少しまた入れていきます。よいしょ。はい。これくらいで小麦の量はまあいい感じなんじゃないでしょうか。全体的に小麦に味がつきつつも、小麦の白い部分がちょっと残る感じですね。言いたいこと分かります？小麦自体に、なんだろうな、難しいんだよなこれな、私のすごい自己流の作り方なんで、味のついた小麦粉がねこういう感じでついてるんですけど、そこにちょっとまだこの白いたまたまというか、そのまだ小麦本来の部分っていうのが残るような形を取ります。はい、こんな感じでねまぶしていくって感じですね。でこの状態で混ぜている間に、フライパンの方、私はねフライパンですね、これもまたズボラなんですけれども、あんまり油でカリッカリにするタイプではないので、普通のこういう卵焼きとかで焼くやつですねに浅く油を引いていきます。で、前回使った油の残りですね、ちゃんと綺麗な油を残してるんで、これを入れていきます。はい、ちょっとこの上の部分にね、小麦のちょっと焦げた部分っていうの残ってる。はい、体感としてはこんな感じ、これくらいの油を入れております。で油にね、温めて揚げられるような状態にしていきます。でその間にこっちをねある程度、味をつけて、でもう手がもうぐっちゃぐちゃなんで洗っていきます。もう唐揚げはね手汚れてもいいやっていうぐらいで作ります、私はいつも。よいしょ。であとは油の方に、油の方が温まってきたらって感じですね。油が温まるまでの間はこの辺を拭いて、準備待ちたいと思います。はい、では実際揚げていきましょう。もうそろそろ大丈夫じゃないかな。あ、もういけるね。はい、これくらいでね、だいたい 1,2,3,4,5,6,7,8 8個ぐらいをね一気に揚げていきます。いやー、この油のね揚げてる時のこのシュッシュッっていう音いいですよね。よいしょ。これって結構小麦がねついてなかなか剥がれずっていうところで、実はですね結構これくらいの大きさでも揚げるのすぐにできるんですよ。あ、やべ、換気扇回してねえや。
ただまだ隙間があるから隙間にこういう感じで、よいしょ、いい感じで、あ、もういい感じですね。ちょっと中火から弱火に変えましょう。あんまりもう上がってきてるんで OK だと思います。あ、これいい感じね、これいい感じ、ちょっとピントが合わないけど、はい、こんな感じ、揚げたてを1個だけあの召し上がってみたいと思います。あっかい、うん、おいしい、おいしい、うん、うん、揚げたてのもんがうまいね、あっかい、うん、うん、中まで、ちゃんと火通ってますね、うん、うん、火通ってるね、うん、これはまだかな、これもまだもうちょっとかな、うん、取れない、うん、取れない、しかもここ多分これくっついてるな、まあいいか、2個くっついて大きい唐揚げがあってもいいでしょう、食べるのは私でございます、よいしょ、よいしょ、ちょっと油のこう上がっていく音をね、ぜひともお楽しみください。この音いいですよね。あ、そう、あのちょっと動画を見てる方で不思議だと思ったんですけど、私今日はエプロンしてます。理由は油跳ねがすごいからです。あの、しかもね、今あの短パンハーフパンツなのでね、あのちょっとあんまり防御力ないんだけど、足にピッて跳ねてきたら終わりっていう感じなんだけど、はい、こんな感じでね、随時上げていくって感じですね。少しの間だけ油のこう上がっていこうとお楽しみください。途中でカットしますあ、喋ればいいのか、そっか、カットとかしないで私が喋ればいいんだよね、そうだそうだ。皆さんはどうですか、普段から料理っていたしますか。なんか生放送してるみたい、誰も今コメントすぐ来てるわけじゃないんだけど、どうですか、生放送みたいな感じでちょっと喋りますけれども、普段から料理ってします。私は結構こういう感じで料理したり、まあちょっと弁当買ってね、あの記憶がなくてね、あのうちの子たちのお世話終わって、よし一息ついたなーってなったタイミングで、あのなんだろう、弁当に逃げてしまうことっていうのはどうしてもあるんですよね。あの面倒くさくなってしまって、なんかその自分のご飯を作るって考えると面倒くさくなる人っていませんか。自分のご飯だったらもういいや適当でみたいな、人のためにご飯を作るっていうのは結構楽しいんだけどっていうタイプなんですよ私。なのでなんか誰かにご飯を作ってる時はすごい、それこそ弟が一緒に住んでる時期とかあって、その時はね料理結構楽しかった。まあちょっと弟とも喧嘩したことがあって、料理ではあのそのまとまって食べるタイミングで、いや今いらないわみたいなのを言われたりとか、じゃあラップして冷蔵庫置いとくねって言ったものの、なんか2日間ぐらいラップされたまんま冷蔵庫にあって、こらっつってなったことがあるのね。せっかく作ったの食べないとはどういうことだとかね、みたいな喧嘩をしたことがあるんですけれども、あのなんて言うんですかね、本当によかったら食べてほしいなっていうだけだったっていうのもあるんです。あ、まああとその食材がねもったいなくなっちゃうんでね、あのもったいないことするなっていうところもあってっていうところなんですけども、なんか誰かに料理を作るっていうその奉仕をするのが多分好きなんでしょうね。何かをするっていうことがね、なので自分の飯はなんか
別にいいかなってなりがちだったりします。皆さんはどうです？なんか人にそうやって料理を作ったりとか楽しいよっていう人いますか？あと料理を作ってね、目の前で食べてもらった時のあの笑顔がね、あの美味しいって言ってもらえるのだったりとかね、そういうのもまあ楽しいところですよね。あ、ただご奉仕するからといって別に私あのド M なわけじゃないですよ。M 気はないと思います。私はね、あのすごい何の話やねんって話なんだけど、別に M 気は特にないと思ってますよ。ただ何かをしてあげるっていうのと、まあ、私の方から先にっていう、なんだろうな、サプライズをしたりだとかっていうのがただ好きなだけっていうのかな。まあ、サプライズもね、成功しない時もあるんだけど、何かをね、こうこっちから考えてやるっていうのをすることが好きだったりしますね。なんて言うんだろうな、この間の、まあ、ちょっとあの話にはなりますけど、レプタイルズショーのね、なんかいろいろ行動私の方ではしてたんですけれども、なんか私がよく思うのは、やらぬ偽善よりやる偽善だと思ってるんですよ。何もやらずにただ言うだけ言ってっていうよりは、そのなんだろうな、ちゃんと偽善者扱いされたとしても、まず行動を起こしてやらないと、っていうところ、有言実行っていうところですね。私は基本的にはそれをやるようにしてるので、まあ、やりきれない場合もありますけどね。なんですけど、例えば自分が首突っ込んでやれるところまでっていう風にやってたのであれば、その辺はやっぱりやっておいた方がいいのかなっていうところで、私はなんだろうな、首突っ込んだからにはやろうみたいなところが多いんで、で料理とか、あとその料理以外の家事とかも、なんかやらずにっていうよりは、やれることあるんだったらやっといた方がいいなっていうところ。だから誰かにプレゼントをこう考えたりとか、こう喜んでもらったりっていうのも、多分そういうのの多分一つなのかなって私は勝手に思ってます。まあ通ずるものがあるのかどうかっていうのはちょっと謎ですけど、私はそんな感じで基本的にやってきてますね。今までもこれからも多分そんな感じだと思います。まずは行動を起こして、でもし意見の合わないこととかあったらね、すり寄りながらとか、まあ、弟とさっき喧嘩したっていうのもね、じゃあどうしたらいいみたいな感じでちゃんとね、解決したりもしたんで、そんな感じだったんですよね。ただ高圧的に来る人とかもいるからね、なかなかね、その意見の交流が難しかったりとかもあるけど、まあ、何事もトライですよ。トライアンドエラーです。料理もそうです。トライアンドエラーです。今料理こうやってね、普通に喋りながらやってるけど、昔だと料理なんてこうやって喋りながら無理だったしね。なんだろうな、やっぱりちゃんとレシピ見ながらやったりだとか、あとは細かいところが気になったりとか、でやってるうちに、あ、これこのやり方で全然楽なんじゃねみたいなのをよくやってました。まあそんな感じで、全部のことに言えます。ペットのこともそうだし、私生活、恋愛だったりもそうだし、あとは仕事でもそうなんですけど、まずやってみようっていうところで私は動いてるので、そう、料理もね、こうやってやりながら覚えていきます。はい、なんて言ってたら終わりましたね。はい、ということでこちらが出来上がったものですね。はい、こんな感じ。あとは油を落として食べていくって感じなんですけど、ちょっとこれが美味しそうなんで、これ食べよう。うん。でちなみに私はキッチンペーパー引かないようにしてます。油が自然とこの下に落ちていくのを利用するというかですね。あとキッチンペーパー使うと、なんかね、キッチンペーパーが油吸ったやつをその後こっちが吸ってびちょびちょになったりするんだよね。だから私は油こういう感じで落とすようにしてます。であとは盛り付けですね。ただね、盛り付け私めんどくさくなるんで、手でいきます。
手で全然持てるからね。はいはいはい。で今日はこれをお酒のおつまみにはするんですけども、お酒を買ってくるのを忘れました。なのでお酒は後でご用意する形になるので、この動画はこの後これをパクッと食べたら終わりになると思います。よいしょ。おー、こんな感じね。わー、いいじゃないですか。では、今の油のね、引いたやつとか手とかを洗って、よいしょ、最後食べていこうかなと思います。ててん、はい、こんな感じ。どうですか、セルフ BGM でやると、てれるる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 る、焦げてるのもいるけど全体的に美味しそう、美味しそう。はい、ということで唐揚げでございます。こんな感じで私は作っております。ではいただきます。うめえ、うめえな、マジだな。うん、美味しいです。よかったら試してみてください。ということで本日は急にやり始めたお料理動画でした。ということで以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。